1回戦 F グループは5フレまで終えターキーを決めた縄がトップ。それをおよそ10ピン差で三浦、さらに小林が追う展開でゲームは第6フレーム。さあ小林、ところ縄が先頭を走ります。ついていくか三浦美里、これが来れば3つ目、どうだ戻るか。いや残念だ、これは残念だ。ほぼストライクだと思ってましたね本人ね。ちょっと苦笑いを見せました。ここで来ないのへということです。そうですね、まずは林芳美がスペアをマークします。三浦美里、危ない、これはボールが戻ってきました。9本スペアです。今のボールの破壊力ももう名はすごいんですけども、第一戦見てて私が思うのはこの間合いがね上手になってるんですよ。ものすごく間合いが上手になってますね。さあどうだ、よしストライク、余裕があります。ちょうど10枚目あたりですかね、はい、ラインをきれいにストライクで通していって、結果少しだけ薄めに入れる一番ピンに当てていくという。小林芳美第7フレーム1投目です。9スペ、そしてこれどうだ、ストライク、今までのモヤモヤ感を吹き飛ばすストライク、ようやくストライクのマークを刻みました。1回戦 F グループですから、ここでワイルドカード、 A グループの石見綾乃が持つ202というスコアを一品でも超えればワイルドカードで準決勝進出ということになります。まあ、そこも含めて2つのスタンダードで戦いを進めていきます。さあどうだ三浦、よし、最後に7番そして10番を倒していきました。縄明です。ストライクが 1,2,3,4 つ、そして第7フレームどうだ、外からストライク、このまま縄が走るのか、この後行き詰まる終盤戦。